シリーズ寝袋の中から、今ですね11月の中旬、棒が釣る晴天です。ものすごい星空で放射冷却、おそらく氷点下ちょっと下回るぐらいなんじゃないでしょうか。今日はテントじゃなくてですねシェルター、もうスノーピークのシェルターなんで、こんなところで寝てるんですけど、もうがっつりカチカチに凍ってます。内張りもですね、見えるでしょうか、よキラキラ光ってるんですね、あれが凍ってる証拠でございます。で今服装はモンベルのジオラインとモンベルのトレッキングパンツを下に履いて、Tシャツとユニクロのフリースを着て寝てます。まあシャープ1の寝袋と、寝袋カバーなんで全然寒くはないです。以上夜のテント寝袋の中からのレポートでした。時刻は今3時近くです。ライトを消してみます。月明かりが出てます。天白の初心者はですねめちゃくちゃ寒いみたいです。1人はシャープ3、1人はシャープ5でですね、いろんな手持ちのザック、マットすべて総動員して今対処してます。日の出まであと4時間、みんな耐えれるでしょうか。はい、霜が降り始めてます。ザクザク、ここ結構張ってますね。11月中旬の棒が釣る霜柱マックスで今3センチってとこですかね。見えますか皆さん、霜柱くんです。これがさっき踏んじゃったところですね。ザクザクザクと、今日2回目のトイレでした。今朝3時54分若干ですね風が出てきました。風はですね、どっちの風なんだろう。こっちから北京の方から来てますね。西の風になったような。昨晩はどっちだったっけ、北風だったんですけど、朝方4時ですね。ほぼ4時頃から風が出てまいりました。オリオン座の向きもだいぶ変わってきましたね。見えるかな、オリオン座。見えないね。オリオン座は見えないけど、月周辺のこの星はね、オリオン座はここですか、見えません。一周してみると、若干雲が出始めました。なのでちょっとシェルターにペグダウンをしっかりしてきました。変わるとですねバタバタ言い始めました。以上現場からです。おはようございます。朝はですねもうこんな感じで曇りです。曇りになった途端に、暖かくなってシェルターの上から水滴がポタポタ落ちてました。今日は昼まで乾くかな、日がささないと乾かないでしょうね。撤収は昼前かなと思っています。以上棒が釣るからのレポートでした。立てて、カッチカチでございます。そこに入れてもらって凍ってるよ。牧の戸から登って三股の製法でご来光を見て今から大山に行くそうです。
じゃあね、気をつけて。あ、なんかおかしいと思って。バイバイ。大変ですね。あそこ降りてきたって、朝から本当。俺はできない。今11時38分下山開始です。天気は曇り、風は、一時期、シェルター畳んでる時は結構吹いてましたけど、今はあまり吹いてません。そよそよと風が吹いてます。またいつ来るかわからないけど、ボーガツルツルならです。今日は途中からですね、3人ほど合流、まあもうちょっと朝には別のメンバーが合流してバンバン駆け回ってるんですけど、合流したメンバーはもう帰りますということなので、みんな一緒に帰ります。あと1時間半頑張っていきましょう。まあ、また昨日と同じルートなんで、何事もなく怪我しないように帰ります。種子除去マットまで近づいてきました。今時間はですね、1時45分足をゴシゴシしました。やっとまあオンタイムで帰ってきたような感じなんですけど、途中からやっぱり、暑くてですね、11月というのにこんな格好で、みんなも脱いでたんで当然暑い感じですね。夜は寒いけれど、日中は歩くと非常に快適に歩けます。だから冬がいいですね。まあ雪だったらもっと歩きやすいんですけど、伊達湿原のところまでやってきました。ちょっとフラフラしてますがご了承ください。倒立する女子。お、すげえ。すげえやん。足離れない。すげえやん。すごいな。